株式会社三角コーヒー商会は東京都港区に本社を置くコーヒー会社。長野県軽井沢町他では喫茶店も運営する。1948年、金坂圭介が日本橋室町にてコーヒー及び喫茶材料の小売業を創業。1952年、旧軽井沢銀座に喫茶店を開設。 現在の軽井沢休道店とは60メートルほど離れた別の位置で当時はカキのみの営業であった。1963年にはコーヒーゼリーチーズケーキチーズトースト、1969年にはモカソフトの販売を開始。1973年からはゴールデンウィークの営業を開始した。1981年に軽井沢休道店を現在地に移転。 1995年からは通年営業とした。これには水道関係の休業準備の労力や休業期間明けの修繕費用の軽減の意味もあった。1997年には日本橋本店を建て替え、1999年に渋谷店、横浜元町店、2000年に軽井沢、プリンスショッピングプラザ店、2002年には鎌倉店を開設した。 1976年から1979年にかけて、ジョン・デノンと、小野陽子の夫妻がしばしば、軽井沢旧道店を訪れた。夫妻は、万平ホテルを常宿としており、小野陽子の実家の別荘も軽井沢にあったためで、フレンチローストの豆を好んで購入した。細川森弘、戸川雅子、柴田蓮三郎もしばしばこの店を訪れた。秋人上皇の新婚時代には、 皇室専用の型機プリンスホテルにもブルーマウンテンをベースにしたブレンド豆が納品された。南極の昭和基地にも料理人の希望によりコーヒー豆が納品された。ありがとうございます。